携帯電話、携帯電話、携帯電話は、有線電話系通信事業者による電話機を携帯する、形の移動体通信システム、電気通信駅務、端末を携帯あるいは携帯と略称することがある。有線通信の通信線路、電話線等に接続する、基地局、端末の間で電波による無線通信を利用する。無線電話、無線機、 トランシーバーとは異なる。マルチチャネルアクセス無線技術の一種でもある。携帯電話は移動しながらの通話が可能な電話サービスである。無線通信機器の一種であり、電波によって情報のやり取りを行っている。携帯電話が発する電波の波長は20センチメートル程度である。世界的に競技の 携帯電話の範疇に入るものとしては、などの第二世代携帯電話以降の規格を使っている、デジタル MCA 無線などの移動体通信携帯端末や、無線免許を要しないアンリソンスと、パーソナルコミュニケーションズセルビセス、アプックスや、PHS や、デクトなどのいわゆる省電力無線局の携帯端末などがある。日本の法令上は、先行して登場した、 移動体通信システムである自動車電話からの流れで、携帯、自動車電話という表現がなされていたが、現在は、携帯電話になっている。携帯電話の構想は、電話機が考案されて間もない頃からあった。電波を使用して、無線で通信でき、かつ人間同士が音声にて会話することが、夢として描かれていた。モールス符号を用いる。 無線電信機は携帯電話の元になる技術だが実用化されても爆発的に普及するようになるものだとはこの時点では考えられていなかった。また、携帯できる電話を開発する具体的な研究は古くから行われてきたが電波のノイズの問題やバッテリーの問題、また通信速度などの多くの問題により電話機が非常に大型になってしまうた実現は難しかった。 第二次世界大戦中にアメリカ軍が使用したモトローラ製のウォーキー・トーキー SCR-536 が携帯電話の前身と言われる。しかし、これは回線を使用していないトランシーバーである。戦後1946年にはアメリカノベルシステム AT&T の子会社は無線の電話回線サービスであるを開始した。これは トランシーバーなどの無線電話が専用の無線回線を用いるのに対し、公衆の電話回線を用いることで、無線通信を一般向けのサービスにまで広げた。こうして、民間でも固定通信に加えて、移動体通信サービスが利用可能となった。ただし、当時は人が日常的に携帯できるサイズの電話は、技術的に実用化されておらず、 車載電話機として設置できるものが小型化の限界であった。アメリカに続いてヨーロッパ各国でも同様のサービスが次々と始まった。この無線電話回線サービスは後により新しい携帯電話回線サービス 1G5G と対比してと呼ばれるようになった。接続が完全自動化された無線電話回線サービスはスウェーデンのと呼ばれるもので1956年に サービスが開始された。これらのサービスは実用性の面で一般に広く普及することは難しかったが、1971年にフィンランドで開始されたというレージーサービスは、移動体通信ネットワークを張り巡らせ、電波のカバレッジに途切れなく、国中で使用でき、ユーザーに広く利用された最初の成功例となった。それ以前は車やバイク、その他の乗り物へ設置できるが、 人が持ち運ぶには、非実用的なサイズであった。1960年代になると、両手で持ちながら会話できる程度まで、小さくすることが可能となった、短時間の通話でも疲れてしまうほどに重かった。1970年代になると頑張れば、片手で持てる程度の大きさまで小型化した。1970年に、大阪府で開催された日本万国博覧会では、 ワイヤレスフォンとして、後年でいうところのコードレスフォンが出展された。これは、数メートル程度しか電波が飛ばず、会場内で端末同士が通話できる機器であり、厳密には、公衆の電話回線を利用する電話とは異なる、ものであった。1973年4月3日、モトローラのエンジニアであるは、実際の無線電話回線につなげて、電話をかけることのできる世界で、 初めての手持ち可能な携帯電話を試作し、デモンストレーションを行った。この時、彼は携帯電話開発のライバルであった、ベルシステム社の絵と電話をかけた。この電話はコードレスで、重さ 1.1kg、大きさ23、3 4.5cm であり、一度の充電で30分間会話ができたが、再充電には10時間が必要であった。1979年には、 日本において第一世代移動通信システム 1G を採用したサービスが世界で初めて実用化された。これは上述の例 g よりも速度やカバレッジにおいて新しい技術であった。ただし、これは車載電話機を使った自動車電話サービスで、現在の携帯電話とは異なるものである。1981年にはバーレーンとスカンディナビア地域でもサービスを開始した。その後、 ユープのび、横須賀リサーチパークでは、通信事業が、盛んになり、現在では、日本の携帯電話発祥の地として、携帯サブレなども、販売されている。なお、アメリカ合衆国では、1978年に、AT&T とモトローラに対して実用化実験の、許可が出ていたが、実現には至らなかった。遅れを取った同国は、モトローラによる、当時のロナルド・レーガン大統領の直訴も、 こうをうし、1981年に実用化がなされた。このように1980年前後から事業として成立するようになり、一部の先進国で車載電話機、自動車電話として携帯電話機の販売やサービスが開始された。当時は固定電話機と比較すると導入価格や通信費用は共に数十倍である上、通信エリアも都市部に限定されていたため、 ごく一部の限られたユーザーが導入するのみであった。車載型ではないポータブルタイプとして、1983年にモトローラより発売されたが、世界初の市販の手持ちできる携帯電話である。日本では、1985年に NTT がショルダーホンを発売している。肩にかけて持ち運ぶもので、重量は 3kg だった。 携帯電話と称したものは1987年に NTT から発売されており、体積は 500cc、重量は 900g だった。1990年代になると端末の普及が進み、本体に液晶ディスプレイが搭載され始めた。また、1991年にフィンランドを皮切りに、日本でも1990年代半ばより、 第二世代移動通信システム 2G サービスが始まり、通信方式がアナログからデジタルへと移行した。通信規格としてヨーロッパの GSM とアメリカの CDMA があった。これによって着信音に好みの音楽が設定できる着信メロディやポケットベルと連帯したメッセージサービスを利用できるようになった。1999年にはモードが日本でスタートし、 インターネットモへの接続が可能となり、通信速度が向上し、画像や Java を使用したゲームなどの利用が可能となった。2000年代に入ると、第三世代携帯電話 3G が登場する。2001年に世界に先駆け、日本で 3G WCDM への商用サービスが始まった。テレビ電話が可能となったほか、 パソコンと接続して高速なデータ通信が行えるようになった。またラストアンマイルの問題が解決しやすいことから発展途上国でも爆発的に普及し始め、A 調査会社インファーマテラコムズメディアの2007年11月29日、英国時間の発表によれば世界全体での普及率が5割に達した。ことアフリカにおいては固定インフラの整備が停滞している一方で、 携帯電話の普及率や潜在市場は膨大なものが予測されており、市場の急成長が注目を集めているが、その一方で、電力インフラの整備が追いついていない地域では、携帯電話の利用に必須な電源として、自動車のバッテリーからや人力発電による充電屋のような商売も勃興している。2007年からは、携帯情報端末、PDA がさらに進化し、 パソコンとの差異が処理能力などの差だけとなったスマートフォンが普及している。先んじて1999年以降には一定の処理機能を備えた PDA に移動体端末の機能を複合させた延長的な製品は散発的に発売されいくつか存在していたが2007年に発売された iPhone をきっかけにスマートフォンに注目が集まった。 日本では2008年発売の iPhone3G が所が当初はマニアや一部ビジネスマンを中心とする需要に留まった iPhone に先んじて独自 OS を搭載し一部の先進的機器に関心の高いユーザーを獲得していたいくつかのメーカーと Google 及びオープンハンドセットアライアンスが開発した Android を OS とした様々なアカーマイクロソフトが開発する Windows モバイルや これに続く Windows を関した OS を搭載した Windows Phone。製造はいくつかの携帯電話メーカーなどが入り乱れる市場を形成し、2010年からは各キャリアから Android を搭載したスマートフォンの発売が相次ぐと一般ユーザーからのスマートフォンに対する関心を集め、爆発的な普及が始まり現在に至る。ただユーザーの中には通信費用がより多くかかり、 操作が分かりにくくバッテリーの持ちが悪いなど、スマートフォンに対する拒否感を抱いている層も存在し、日本の2015年現在においても従来型となるフィーチャーフォンへの需要が存在する。ただフィーチャーフォンは端末が専用設計となるなどメーカーにとっては負担が大きいため、外見的にはフィーチャーフォンを踏襲しながら内部はスマートフォンのそれを流用する接中型とも言える機種。 ガラホも登場している。2010年代には 3G の発展型でさらに高速となった第4世代携帯電話 4G サービスが始まった。i m a x 方式はアメリカで LTE 方式はスカンジナビアで最初に利用可能となった。端末本体は一般社会や日常生活ではターンに携帯と呼ばれることが多く、 携帯の語は携帯電話の端末を総称するような言葉のように使われており完全に定着している。また通称として携帯、携帯と表記されることも多い。NTT ドコモや電電ファミリーの制作した技術文書では移動機と書かれることもしばしばある。携帯電話の端末にはアンテナ、スピーカー、マイクとこれらを制御する。 電子回路と入力のための暗い場所でも見やすいようだいたい、光るようになっているボタンと電源があるが、機能の増加からパーツは増える傾向にある。最近の端末ではディスプレイを搭載しており、液晶や無キエル、有機エル、発光ダイオードなど様々な素材が利用されている。初期型の製品にはアンテナがほとんど露出していたが、2000年代、中頃に内蔵の機種が増え、 現在のアンテナは、ほとんどが内蔵型である、ワンセグ対応機種はテレビアンテナがついている。また電源も初期には一次電池が使われていたが、二次電池の発達により1990年代には、ニカド電池及びニッケル、水素蓄電池が、2000年代はリチウムイオン電池が主流である。携帯電話端末本体が充電器の役割も兼ねており、 二次電池の充電回路を搭載している。そのため外部電源を接続することで本体から電池を取り出さなくとも充電が可能である。機種によっては専用の充電用簡易スタンドが付属する場合があり外部電源との接続が容易である。外部電源としては ACE アダプタによる直流電源が用いられる。家庭用電源を電源とし3.7から5 ボルト程度に電圧を落として供給される。端末のデジタル化により通信処理を司るベースバンド LSI を利用してコンピュータ化が進み電話長機能や発着信履歴の保存のためにフラッシュメモリによる不揮発記憶装置による補助記憶領域備えるようになった。このことで着信音にバリエーションを持たせることが可能となった。さらに携帯電話で モバイルブラウザを動かしたり、画像や音楽といったマルチメディアデータを扱うようになると、ベースバンド LSI とは独立した CPU が搭載されるようになった。補助記憶装置の必要性はさらに増し、内蔵の補助記憶装置のみでは容量不足となった。そのため2000年代に入ると外部にメモリーカードのスロットを設け、外部メモリーへの記録も可能とした。初期では SD カードや メモリースティックが用いられていたが、端末に占める容積が大きかったためミネスドカードやマイケロスディカード、メモリースティックディオなどの携帯電話に特化したメモリーカードが開発された。このような外部メモリのスロットは主に端末の下部や側面部などに設けられていたが、近年発売されているマイケロスディ、対応端末においては頻繁な交換を想定せず、 バッテリースペースの内部に設けられている機種もある。通常の通話機能と SMS 程度の単機能のみの機種から携帯情報端末、PDA をしのぐ多機能な機種まで様々な製品が存在する。高機能機種の中には内蔵するオペレーティングシステムの機能を利用者に開放し、利用者自身でプログラムを追加したり開発したりできるものもあり、スマートフォンと呼ばれる。 日本では高機能、高価な機種でもインセンティブ、販売報奨金により安価に流通させるビジネスモデルが取られたため、高機能機種が広く普及している。また、韓国の携帯電話も高機能機種が多いことで知られる。その他の国では、回線契約と端末の分離により、端末の価格が機能に比例することや、 コンテンツサービスが発展途上であり必ずしも高端な端末が必要とされないことなどから安価で基本的な機能の端末にも根強い人気がある。カメラ付き携帯電話が登場しカメラ機能を利用した画像解析機能により QR コードや JAN コードが読み取れるようになった。特に QR コードは大容量の文字データを格納することができるため広しした参考。 携帯機器。携帯電話は、その発展の歴史において、初期には、小型化、軽量化に主眼が置かれていた。しかし、ある程度手軽な形状が実現して、カメラやインターネット閲覧、お財布携帯、防水、太陽充電、ワンセグといった、付加機能が、製品差別化の要素となった。日本では、パステルカラーの携帯電話が多く見られるが、海外では、 シルバーや黒といった地味な色のものが多い。詳細については日本における携帯電話端末も参照されたい。携帯電話業界の競争激化とともに、ユーザーへの大きな吸引力となる端末のデザイン、機能開発について、各メーカーがしのぎを削っている。しかし、手に持つ天気で電話をかける、といった機能を維持する共通条件の下で、その差別化は容易ではなく、 タッチパネルやジャイロセンサーの採用など、現代最先端の技術を用いている。現代の携帯電話は、おおむね、ストレート式、折りたたみ式、スライド式の3種の形状に対別できる。主流ではないが、フリップ式、二軸ヒンジ式、回転式等も存在した。第3世代以降は、インターネットブラウザのパソコン風表示やメール。 ワンセグ等を大画面で閲覧できるように16、9の画面比率であるほか、横向きに傾けると、横画面表示に切り替わる機能が形を、わず普及している。携帯電話は限られたメモリ空間である一方で、多くの機能を搭載する高性能な電子デバイスで、あることから、専用のソフトウェアが搭載される。Windows や m a c のようなパソコン用 OS のサブセットが、 搭載されている場合もあるが、パソコンのアプリケーションがそのまま動作することはない。よく使われている、オペレーティングシステム、OS としては、シンビアン OS、シンビアン、レックス OS、ブルー、ブルー MP、クアルコム、イトラン、T エンジン、トロンプロジェクトがある。その他には、OS-9、ニュークリアストス、チャイナモーブルソフト、ミジ、サバフェがある。 リナックスカーネルをベースとした OS、モンテビスタリナックス、T リナックスもある。各メーカーが OS-9 やニュークリアストス、イトランなどのトスからシンビアン OS やリナックスなど携帯電話向け汎用 OS の採用に動いているのは 3G の到来とともにその開発コストが高騰しているからである。端末の高機能化が進みソフトウェア規模が 巨大化してきているため、限られたハードウェアで動作させる組み込み用途を想定した TOS では、開発環境、ミドルウェア調達など、コスト面で不利な点が多くなってきている。TOS は、通信制御を受け持ち、ユーザーインターフェースやアプリケーションの動作は、汎用 OS が担当するというイブリッド OS。実装もあるが、二つの OS を強調動作させることには、難しい点も多く、 リアルタイム性能を高めた汎用 OS へ集約される傾向にある。OS とその上層のミドルウェアを端末メーカー各社で共通化したプラットフォームとして NTT ドコモはモープやオペレータパックを開発した。OS 部分にはシンビアン OS か Linux を用いる。それまで端末メーカー各社が自社で携帯電話用のインターフェース、ミドルウェア等を開発してきたが、 共通プラットフォームによって開発コストの抑制、開発速度の向上が図れる。同様に KDDI は、クアルコムのレックス o s およびブルー、ブルー MP をそれぞれ母体に、KCP、2005夏モデル2015年春、モデルまで、KCP、2007年冬モデル2011年夏、モデルまで、KCP3X、2010年夏モデル2014年冬、 モデルまでという共通プラットフォームを開発した。スマートフォン用 OS として、iOS、Android、Blackberry、Windows モバイルなどがある。特に Apple の iOS と Google の Android で、市場シェアの98%が占められている。2018年現在、IDC 調べ。2018年第1四半期の世界スマートフォンを呼び、 携帯電話の販売台数は4億5500万台であった。そのうち、スマートフォン販売台数は3億8400万台弱となり、携帯電話販売台数の84%を占めた、米国調査会社アートナー調べ。国際的に端末を供給しているのは、以下の企業である。国名は、本社所在地であり、2018年の、 端末販売台数順に並べてある、米国調査会社がアートナー調べ、上位10社で約87%のシェアを持つ。基地局の整備により、広いサービスエリアにおいて、屋外で高速移動中でも安定した通話、通信が利用可能である。第三世代携帯電話は、高速パケット通信と高い周波数利用効率が特徴である。なお、 高速な無線アクセスとしても利用可能であるが利用形態によっては高額な課金となりこの現象が俗にパケシと呼ばれる。また電話機端末単体による通話通信の総トラフィックデータ量に占める割合が高い傾向にある。またデジタルツールとしての多機能化も関係している。携帯電話での音声伝送方式は当初はアナログ方式を採用しており 途中からデジタル方式へと切り替えられた。当初サービスが開始された時点でのアナログ方式での通信は暗号化されずにそのまま送信されていたためノイズが乗りやすいだけでなく防除が容易に行えるという欠点があった。そのため強固な暗号化が可能なデジタル化が行われた。国によってはその頃固定電話網も,もアナログ方式からデジタル方式 ISDN への切り替えが進んでいたが、固定電話網のデジタル方式は、パルス符号変調、PCM であるのに対し、携帯電話網の方はより圧縮度の高い、音声コーデック、主にアムール形式を使用している。両電話網の相互接続通話の際には、アナログ方式同士ならば単純だが、デジタル方式では、 アナログデジタル閉鎖の時期を含めコーデック変換が網関門交換機において必要である。また、音声コーデックの方式は携帯電話事業者やサービス種別によって異なるため、事業者相互、方式相互の音声コーデック変換も必要となる。このため、コーデックの組み合わせによっては変換ロスにより、音声の品質が劣化してしまう。基本的には、同一事業者、 同一方式の携帯電話同士の通話では変換によるロスは起こらないため本来の通話品質を発揮できる。当初の携帯電話には通話機能しかなかったが音声通話のデジタル化により端末全体がデジタル化しこれによりパケット通信によるデジタルネットワークへの接続が可能となった。デジタルネットワークの中でも世界的に普及しているインターネットへの接続が 早くから行われ、携帯電話でインターネット網にアクセスできるようになった。クライアント化である。これにより携帯電話を対象にしたウェブページが携帯電話会社から公式サイトとして設立されたり、また個人でインターネット上に携帯電話を対象にした勝手サイトと呼ばれるサイトが開設されるようになる。さらに携帯電話の高速通信化により、 通信機能を利用して、携帯電話で金銭の管理を行う、モバイルバンキングやオンライントレードも行えるようになっただけでなく、動画コンテンツの閲覧も可能となった。従来、携帯電話ではそれのみを対象にして作られた簡素な HTML による Web ページしか表示できなかったが、近年ではブラウザを搭載した端末も実現し、パソコン向けに作成されたコンテンツの閲覧が可能となった。 各地域での携帯電話の通信規格、方式は概ね以下のようになっている。第1世代携帯電話、1G はアナログ方式。モトローラのタックスや NTT の非キャップなどがある。第2世代携帯電話、以下、2G は GSM 方式が、世界的に主流となっている。日本と韓国及び、北朝鮮では、GSM は採用されていない。日本では、p d c パーソナルデジタル、セルラーという独自の方式が主流だったため、独自の端末やサービスが普及する一方、海外端末メーカーの参入や、国際ローミングサービスが進まず鎖国的状態に行った。韓国では、アメリカのクアルコム、クアルコム社のセディマワン、イズマイナス95という方式を全面的に採用し、サムスン電子や LG 電子などが国際的に飛躍する元となった。 国米は EU とは異なり、政府は携帯電話事業者に技術の選択について強制せず、各社の選択に委ねた。結果として GSM とセディマワンがほぼ拮抗しているのが現状である。第三世代携帯電話以下 3G は 2G が各国、各地域で独自の方式、異なる周波数を採用し、全世界での同一方式の利用ができなかった。 反省を踏まえ、第三世代携帯電話の規格、IMT-2000 の決定においては、携帯電話を全世界で利用できるようにするための指標が立てられた。しかし、規格策定の過程で、WCDMA と CDMA2000 が並行採用という形となり、GSM 陣営は WCDMA へ、セディマワン陣営は CDMA2000 へ移行することとなった。 南北アメリカアジア地域の一部。中国政府は自己技術育成の観点から独自の TDSCDMA を導入しようとしている。また、3G 技術の特許代に関し、クアルコムのライセンス価格が高すぎるとして、クアルコムと電話機ベンダー、販売会社、チップセットベンダー数社の間で現在競争中である。日本では NTT ドコモ、ソフトバンクモバイルが WCDMA を採用し、国際ローミングや海外メーカー参入が促進されている。KDDI-AU は、2G はセディマワン方式のため CDMA2000 方式を採用している。ただし、日本のセディマワン及び CDMA2000 は UHF テレビ放送派との干渉回避のため、上りと下りの周波数が多国と逆転している。 このためグローバルパスポート CDMA 端末以外では国際ローミングができない。先進国やセディマワン陣営のほとんどは 3G の導入が済んでいるが GSM 陣営ではユーザーがより安価な GSM 端末を好む傾向もあるためコストがかかる WCDMA への移行は進んでいない。安価な GSM 端末は高価な WCDMA 端末より人気がある。 スマートフォンなどの高価な GSM 端末でも電池の軽量化を図って消費電力の多い WCDMA や CDMA2000 などの 3G には対応しない端末ある。また GSM でも Edge や Edge Evolution を用いて 3G 並みの高速なデータ通信ができる。このため GSM のサービスの停止時期を打ち出している GSM 事業者は2 0 0年現在 存在しない。発展途上国では固定電話網の未整備を保管し低価格でデータ通信網込みで広域エリア化するために最初から CDMA2000 技術を 400MHz 帯に使った CDMA450 による 3G ネットワークの導入なも行われている。2006年の世界携帯電話販売台数における比率は GSM がおおよそ7割弱、CDMA、セディマワン CDMA2000 がおおよそ2割強、WCDMA は1割弱である。第3.9世代移動通信システムでは、日本は4社とも LTE 方式を採用する。料金は、音声通話の場合は、通話時間、データ通信の場合は、通信時間、または、データ量で算出されるのは、 国際的に共通である。プリペイド、前払い、ネットワークを自前で持たない仮想移動対通信自社、MVNO によるサービスもある。プリペイドの場合、基本料金はないが、最後に入金してからの経過日数によって有効期限が定められているため、使用頻度が低くても定期的に入金する必要はある。EU は全般にプリペイド比率が高い。 アメリカなどでは音声通話は一定時間まで定額であるのが一般的である。また夜9時以降及び週末の通話は無料になる契約が多い。その反面一般的に電話をかけた側だけでなく受けた側も通話量が発生する。2007年現在世界の携帯電話で使用される通信方式は GSM が約7割を占めている。GSM では 音声通話サービスは元よりデータ通信サービスの使用までもがほぼ共通化されている。また、技術的には SIM カードを交換することにより通信事業者を変えることが可能である。このため端末メーカーは最初に世界共通モデルを開発して必要な場合にだけ小規模の特定事業者向けのカスタマイズをするのが主流である。 海外では一つの機種でもメーカーの出す業界標準の機能のみを搭載しているスタンダードバージョンとキャリア独自のサービスを付加したものの2種類販売されている。前者は SIM ロックがかかっていないため通信方式が同じなら世界中どこでも利用できる。後者はインセンティブ制度のもと i m ロックが付いて販売されている。この辺の事情は日本と同じであるが インセンティブの額は日本は突出して大きい。マーケット規模の巨大な GSM 携帯電話は世界規模での大量販売による価格競争が行われ膨大な出荷台数を獲得している。防水機能のない携帯電話は軽微な水濡れでも故障するので利用者からこの程度の水濡れで故障するのは欠陥品ではないかといった苦情が国民生活センターに寄せられている。 国民生活センターでは、利用者に防水でない機種は水に濡らさないように注意し、水に濡れる使い方をする人は防水の機種を購入するように呼びかけている。携帯電話会社には消費者への周知徹底と、日常の軽微な水濡れで故障しないような改善、修理をする場合は消費者に一方的な負担をさせないことを要望している。機器に内蔵する。 リチウムイオン電池が異常加熱により爆発して、怪我や火災の原因となる事例もある。ふう、世界保健機関の一部である EARC、国際癌研究機関は2011年5月31日、発ん性リスクをランク分けする表、EARC 発ん性リスク一覧の中で、携帯電話の使用を5大会中、上から3番目のグループ2バイトのカテゴリーに入れたと発表した。 グループ2バイトは人に対する発言性が疑われるグループである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。